ージ一軍ヘッド兼投手コーチは無能なのか。ロッテ時代は有能扱いされてなかった。三つ星とかロッテ時代と違って権力なさそうなんやけど、立浪にもの言えない。まともに口なんて挟めさせてもらえてないと思うであれ。途中から我慢できなくなった立浪が全部やってるパターンだろ。まともな遍歴しててあんなマシンガンしねえわ。ロッテの時の実績あるんか。伊藤帝国懐かしいな。翌年崩壊して中継ぎ整備の難しさを感じたわ。有能とか無能とかの枠やない。機能が麻痺させられとる。立浪と普通に仲悪そう。てか立浪って常に和田と一緒にいるイメージ。指導者の経験豊富だから立浪に助言還元するのが求められる役割ちゃうんか。立浪にビビってやるべきことをやってないのはまずいやろ。